エンジョイパチンコライフ。まだ抜けないんだなっていう感じがして、やっぱさすがだなと。ね、3万ポイントはなかなか抜けないんだなっていうのは、まあ、感じてましたけど、そろそろ誰かが記録を更新してもいいんじゃないかと思っております。パチスロだとやはりいつもパチスロ行ってからパチンコ行ってるんですけど、難しいというのが毎回毎回感じているので、明日は朝からパチンココーナー行って、でやっぱり、まあ、ガロとか野本さんが記録出してルパンとかもそうですけど、X タイプに明日から行って勝負をかけようかなと思っております。パチスロを打つならやっぱりドキドキとか一発が狙える機種、まあ、皆さんそうされてると思うんですけど、私もそうしたいと思います。もう絶対そろそろ記録をね抜かすべく本当に気合も入っておりますし、久しぶりの玉三郎さんの実践なので、明日は絶対に記録更新目指して頑張ります。ザ・イクサ、ルールを説明します。実戦時間は5時間、投資上限は無制限、パチンコ、パチスロどちらでも OK な自由な立ち回り、プレイヤーは1日の最高出玉で競い合ってもらいます。どうしようどうしよう。あ、ガロが結構なんか朝から人気あるぞっていうことで、今のこの収録日時点でですね、もう本当に間もなくガロの魔界が導入されるんで、ちょっとガロ今時期打ち納めということで、今日はですねこれで一発たくさん出してやろうかなと思いますんで頑張ります。ザ・イクサ。さあということで、ガロ久しぶりだったりします。実は、最近ルパンなんかを打ったりとかしてるんですけれども、ルパンは一向に当たらずということで、どちらかというとですね、ガロ今時期は昔のガロよりも全然相性が良くてよく当たる台だと自負しております。なのでもう今回もねがっつり当てて初当たり取って、もういっぱい連チャンさせたいと思います。ST 機種は得意なはずです。今の私の不調が響かなければいいなと思いますっていうのと、あとはこのライトがどれぐらい頑張ってくれるか、今日は逆保留みたいな逆三角保留、ガロ保留はねたまに見るけど逆三角は本当になかなか見れない。いきなり来た？チャンスが。ドキ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 。おっとっとっと。ああでもちょっと待って。ちょっと待って、文字がちょっと安い。
大丈夫っすか。こっから先の展開に期待。ガロー、シーロー、お、ね、緑で、あれ、え、おーおーおー、よしよし、えいえいえい、煽ってるよ煽ってるよ煽ってきてるよ。あ、ガロ保留だから、え、ギジ2連からの、ちょっと怖いぞ。次回予告来たが、あーし、最低ラインだよねこれ。エンブレム、本敵になりましょう。あ、ちょっと、ちょ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 、大丈夫ですか、大丈夫か。いや、ちょっとちょっと弱い弱い、あ、外してもおかしくない。なるべー、1回目、あーはーやっぱ弱かったか、いろいろ。お、赤文字。緑。さあどうだ、いまいち。あ、発展した、珍しい珍しい。コードでペロって当たったりするときあるからね、普通に。あー弱い、やれる日でした。いや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 、嬉しいな。さてこっからです、こっから勝てるかどうか。一応連打するけども、あのレインボーはやっぱり、やっぱり良かったのか。
やりますやります今日は記録を抜きますよし。わー、勝った。ありがとうございます。よかった、よかった。よかった、よかった。10連、目標10連。2桁以上早いな50かお緑緑おっあーなになになに緑緑やったーさっき言ってた奇数テンパイやでなりまーすごったい。やったー！楽しよー！三連目です。ありがとうございます。よかったー。12回転でゲットです。諦めない。演出ですか？あー、ドクンドクン演出お願い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 しますお願いしますくっくっあーだろーだろーあーよかったありがとう。ああ、安心しました。ありがとうございます。やばい。あかん。ギジニー。あかん。に。しまれよしよしよし行ったっしょ行ったっしょイエーイイエーイイエーイありがとうございますこれ目達成です調子いい来ましたほら、撃破！かっこいい！イエス！はいよ、5回目！まだまだ終わんないぜ！
終わる気がしないぜ。終わり、終わってしまいました。はい、ということで5連で終了となりました。まあまあ、まずまずの結果だったんではないでしょうか。とりあえず持ち玉が、増えたんで、この持ち玉でどんどん当たりを増やしていきたいと思います。この後も全然引き続きこのガロで頑張っていきたいと思います。さあ、ただいま闇テラスの ST 合わせて400回転を経過したところでございます。さあどうでしょうか。ピコピコって緑、ここですよ、ここ。これで当たったことないな。お珍しい、リーチまで行ったよ。マジか、嘘、びっくりした。この保留は一体みたいな。どう、緑、ちょっとチャンスアップもなかったんで、これは負けか。頑張れ頑張れ、一発ある、ない、残念。そうだよね、いきなりこんなん当たることもあるけど当たんないよね、そうそう簡単には。そしてさっきのスロットで3回ぐらい入ったんで、あ、びっくりした、私初めて当たりました、これで。そう、やったー。本当にマジでこれ初めて当たりました。やっぱびっくり。よし、頑張ります。今1,2,3,4 の箱なんで、次さっきの5箱以上目指して今度こそ10連いきます。あー嬉しい、初めて当たって結構するだけで今日満足かも。いけいけ、当たっちゃえ、当たってしまえ、よっしゃー、早いぜ、13回転で当たりました、ありがとうございます。よしよし、やったるねー。闇に紛れて、せっかくの当たりを生かしてよ。はい、せっかくね引けたんですけど2連で終了となってしまいました。でもまあ初当たりいい感じで取れてるんで、この後もねガンガン取っていきたいと思います。の前にちょっと軽く休憩取ろうかなと思います。頑張るぞ後半も。ザ・イクサ。はい、それではちょっと店内の状況を見てみたいと思います。今お昼を回ったところなんで、ですね、時間が1時ぐらいですね。
ガロコーナー、さっきまでは結構満台だったんですけど、ちょっと落ち着いてきました。みんなお昼行ってるのかもしれない。私も今行ってきたところだし、軽くね。さあ、そしてスロットコーナーです。こちらが北斗とも、別積みありますね。別積みがすごいな。まだお昼なのに一撃できっと出てるんだろうな。北斗もこれだけ台数あるからね。さあ、置き時どうでしょう。置き時はやっぱリセット引っかかってとか、1回当たって誓って連チャンしてやめてるっていうお客さんが多いんで、ちょっと分かんないんですよね。ゾーンまで追ってやめたりとかしてるんで、まだ分かんないですね。そんな感じでこのあと後半戦、初当たりあと何回も取って、てか初当たり1回で15連ぐらいさせてやりますから、応援よろしくお願いします。頑張るぞ。ザ・イクサ。このあと早めに初当たりを取って2分の1引いて、さっきね2連って終わってしまったので単発は避けたいところ。今年のハロウィンはどうしようかなと思ってるんですよ。去年は行きつけの飲み屋さんでハロウィンパーティーがあり、そこで私は美里さんのコスプレをしました。で、旦那はなぜかキングオブファイターズのギース・ハワード、男性用の巫女服を着て袴っぽく仕立ててみたいな。仮装じゃなくてもはやコスプレになってたっていう。今年もそういう回があるんで何を着ようかなと迷ってるんですけど、たまにはハロウィンっぽくなんかゾンビとかそういうの特殊メイクとかしたいなとは思ってるんですけど、赤文字だよ。やりまあ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 、はぐれば。緑。さすがにね。さすがに負けですよ。残念。もうちょっと熱い前兆的なものが欲しい。はい、わ、残りを、これはいかんわ。これはしょうがない。
いと思うんですけど、ちょっと554まで回したところで残念ながら実践時間が来てしまったので、ここで本当に残念なんですけど終了したいと思います。じゃあ行くぞ。シャン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 、ちょっとなんかガロっぽい格好じゃないですかこれということで実践終了、お疲れ様でした。今日はですね、私的にはとっても充実した実践となりました。まず結果の方を報告させてください。獲得の、玉が4800個ということで、最初の勢いはどこへやらといったような感じなんですけれども、こう行ってこうっていう感じで、いやもう本当時間さえあればですよ、めっちゃ楽しかったんで、とにかくストレスフリーみたいな感じで、本当にねこの後もねずっと打ち続けていきたいんですけれども、帰らなければならないので、ちょっとね残念ながら帰りたいと思います。もうすぐね魔界の花が、導入ということで、今日は打ち納めでもいい打ち納めになったんじゃないかと思っておりますので、まだまだガロシリーズこの先私は打っていきたいと思います。ということで、今後ねザ・イクサの方続いていくと思いますので、さまざまなライターさんが、パチンコスロットね、挑戦していくと思いますので、皆さん次回以降も見てください。そんな感じで、今回はここでお別れです。また見てね、バイバーイ。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。